みぎちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。はい、朝の 2B の様子です。あ、もしや、ブンブン。いじめたんだ、ブンブン。ほら、おい。神田君、話しなさい。生きとんねん、これ。生きてるもん、こんなん、神田君。まあ、ゴキブリもそうやけど、これ、ブンブンや。見てないよ。あんちゃんも偉い。なんかコメントにも書いてたね。虫を追いかけてみたいな。みぎちゃんとあんちゃんってかな。あんちゃん、あんちゃんもそんなこと覚えてんか。なあ。みぎちゃんあかんよそんなしたら。なあ。わかった。はい、サイちゃん。サイちゃんも、まあ、昨日ちょっと下痢したみたいな感じだけど、今日は、ね、全然問題なかったね。今日は違う、晩は。もうだけど、徐々に柔なったり固まったりしてんだな。よくあるけど、あ、みんちゃんちょっとあれ、あ食べたね今日の。ちょっとあ食べてないね全部。今日はしっかり形のあるうんこしとったな。なんかゴロ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 雨降りそうやね、今。はい。トラちゃん、トラちゃん馴染んでんね、ここで。ね、はい、ベリーちゃん、パンチュー。はい、モーちゃん。ちゃん、それと、ねねちゃん、はい、マツコちゃん、マツコちゃん、ヘッドマンちゃんおいで。なんか怖かったんか、なんかこれひっくり返っとったな今日。大丈夫か。な、それでつゆちゃん昨日帰りましたね、旅行から帰られてきたんで。あの子は外でも抱っこできる猫だからね、すごいよね、ほんまに。逃げないからね。はい。クリちゃん。クリちゃん相変わらずね、シャーシャー言ってます。ね、クリちゃん。それと他は、ちょっとブンブン逃がそうか。ね、あ、みなこ。みなこちゃん、今日も。ね、クールなみなこちゃん。目が真っ暗が可愛いね、この子。なあ、なあ、みなこちゃん。はい、あんちゃん。ポンさん乗ってるよ。あんちゃん。ほら、こっちが出てる。ボンボン逃がすわ、さっき。あ、はなちゃん。はなちゃん。ボンボン先逃がすわ。どっから逃がすわ。どっから。ああ、これ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 、みぎちゃん、返す返しなさい、あ、まだ捕まえた。こら、みぎちゃん、ブンブン。こら、ああほら、もう、ブンブン返しなさい。お前もちゃんと逃げなさい。ブンブン、こっち逃げ、こっち逃げたと、こっからね。はい。グレイちゃん、雨降りそうね。ゴロゴロ言うとんね。ゴロゴロ言うてる。大雨降っちゃうから。はい、チャオくんに。またかわいい。キキちゃん。キキちゃん。雨降り出してきた。大雨降るよ、今から。
はい、避難しや。大雨ですか、ね、大雨します、ね、中入ろう、中入るよ、大雨来るよ、入れ、電気が綺麗ね、はい、まあ、こんな感じでね、第2ハウス 2B の朝の様子です。はい、ドラちゃん、ドラちゃん飲んでます。はい、はい、朝の 2C の様子です。はい、ちゃん、いっちゃん、鼻がムズムズした。はい、今一生懸命食べてます。みーちゃんも食べてるね。みーちゃんも。さあ、ね、子猫ちゃんたち一生懸命。量がね、結構多く入れてるんで、みんな当たるとは思うんやけど。ね、もうシナモンじゃえんか。ね、皆さんのおかげでね、ここまで見守っていただき。ね、無事、ね、育つことができました。この子たち5匹とも、ね、まあ、これからは、ね、無人ライブ終わりましたけど、ね、アップはしていきますんで、また見守ってやってください、ね、ありがとうございました。いろいろ、ね、90日、ね、短いようで長かった、長いようで短かったみたいな、なんとも言えないね、3ヶ月だけ結構長いと思うんだけどね、一瞬でしたね、ほんまに。ポンさんも一瞬やね、ね、感じで、はい、一生懸命食べてます。同時にね、また里親さん見つかったらいいんやけどね。はい、梅ちゃんね、ゆめちゃんはこの子もどこの部屋に行くか 2B にしようか迷ったりするんやけどね、このロフトのところ隠れるからね、隠れないとこ、まあ B ちゃんとうまいことやれるかな思いもってね、本来はこのね、福ちゃんと一緒の方がいいんやけどね、福ちゃんがやっぱりね、意外とゆめちゃんと仲いいんでね、兄弟のな、お前のな、お前自由にしてあげたいけどな、やっぱり喧嘩したらね、噛まれたらあかんので、他の子がね、スイちゃんちっちゃって食べてるやん、そこ入らんと不思議。今日はもう朝からこれね、いろいろひっくり返しとったから、ソファ変えたから、ちょっとまだ馴染んでないかわかんねえ。まあこんな感じで、はい、ニック、まあ今日ね、朝の動画でもね、お伝えしたハッシーさんの誕生日ことでニックの特集をね、撮らせていただきましたね、ニック、はい、まだ首輪をなくしてるので、ね、ニック、特集言うほどでもないけど、ちょっとしたね、ニック好きや言うことで撮らせていただきました。二人や、あ、なっちゃんかトイレ入ってんか、よしよし、おいで、まだ暗い、まだ暗いから見えんじゃん、これちょっと閉めてるから、ね、出てる子少ないと思うんだけど、タブコロちゃんとかでもこっち入ってるかな、誰そんな入ってない、マイルドちゃんぐらいかな、ねえ、キタロウ、どっかにいてんやろね、はい、じゃあ、それと、はい、ランちゃん、ランちゃんの腕やね、あら、ランちゃんかな、それと、セブンちゃん、かわいいね、セブンちゃん意外とかわいいんですよ、これは誰や、トトちゃん、トトちゃん、まだ本ちゃん、本ちゃん押してんの、トトちゃん、
ランちゃん、ランちゃん、ランちゃん、はい、シャコちゃん、ランちゃんも出てくるやったな。やっぱりどこ行ってんねん、そこちゃんと、ね、こんな感じで、あ、これちょびちゃんだな、誰だろう、あ、マイルドちゃん、マイルドちゃん、やっぱりそこ行ってんねん、そこにおるはずやねん、どっか外のどっかの、なっちゃん、もう5分過ぎた、早いね、それではね、左とね、まろんちゃんです、はい、まるちゃんね、こんな感じのなっちゃん、はい、ニックをね、もう一度発信おめでとう、はい、もうみんな残るほどね、あるということで、もうみんなほとんど被ってないからね、このぐらいね、当たってたら、ね、大丈夫かなと思いますね、ここ多分ね、はい、以上です、から一言、餌やり行動だけでは不幸な子猫を増やすばかり、第一に去勢手術を行ってね。